こんにちは、ミルツァです。私も初めて知ったんですが、夜景鑑定士という鑑定士の方が日本にはいらっしゃるそうですね。その、 鑑定士が、選ぶ全国イルミネーションランキングで、2年連続ですね、第1位に選ばれた、夜景がですね、ハウステンボスだそうです。ハウステンボス光の王国ですね。でこれ光の滝というのが今年売りになっているんですけども、その高さですね、調べましたらもうほぼ熊本城と同じぐらいです。熊本城というのはそのお城の敷地のところからじゃなくて、もう地面の電車通りとかの熊本の電車通りのですねからの標高、これがですねほぼこの高さで見てもらっていいんですけども、そこから光の滝がこう流れ落ちるということでですね、かなり、実際、写真とかでよく見るんですけど、テレビとかですね、実際行くとその凄さが桁違いというのが肌で感じられると思います。プラスですね、今回は牡蠣ガイドですね、こちらで、焼き牡蠣の、昼食がついております。熊本から熊本駅とか、桜の馬場城西園とかですね、いろいろバスは止まっていくんですけども、8着でですね13,900円と格安になっております。出発日が1月でもう限定されているんですけども、もうすぐ埋まってしまいますので早めのお申し込みを お勧めしております。ぜひ、お時間のある方はご参加ください。よろしくお願いします。